パート4です北条,義北条義時権力闘争の果てに。パート4では頼朝が急死し、その後を継いだ頼家、この時代にすったもんだが始まるんですが、そのお話、ちょうどこの頃から時政義時の存在感がご機任の中でもぐっと増してくる、そんな時代でもあります。梶原の景時が あの早々に撃たれてしまいましたその時には御家人が全部名前を連ねて、えー、ともう梶原景時さん嫌だというそういう書を出したというふうにドラマでも出てきました大江の広元がぐずぐずやっているうちに和田義盛が早く頼家様に渡さんかいと言っていたそんなシーンもあったほどです梶原景時はやはり御家人の人望がなかったんでしょうか うん、まあ、どっちかっていうと、将軍権力の強化に、まあ、なんていうんですかね、協力してきたんで、やっぱり、まあ、なんていうんですかね、孤立をかめていたことは間違いない。で、梶原景時は、あの、京都とのつながりもある御家人なんで、まあ、別に鎌倉で失脚しても、まあ、京都に行けばいいやっていう発想はあったと思います。それで、ちょうど、あの、えっと、尾上松也があの演じる後鳥羽上皇が。 一直くすぐってみようかとか言いながら、梶原の影時に京都での職を提示したら、梶原の影時がそれに乗った、これはじゃあありうる話なんですね。ありうる話だと思いますね。はい、で、それに対して、あの頼家がなぜわしに黙って京への,えの、えっと、職をなんかあの受けたんだと、それはわしに対する謀反ではないかという、半分言いがかりみたいな形で梶原の影時をあの、えっと、結局失脚させてしまいました。 うーんあれはないなと思いましたね、<laughs> 個人的には。いや、その描き方はちょっと乱暴でしょうとかって思ってみてたんですけど、でなんでかっていうと、この時代って別に、あのー、主が1人っていう考え方自体がないので、とは言いな別に御家人でありながら後鳥羽上皇に従うってことは別に、そんなに違和感のある行為ではないので。なんか、梶原景時がでもその前にですね、まだ権力があった時に、なんか、 軸、えっと、にまみえずっていうのを傘に来て、あの、えっと、<ー>ゆきとおみ,み,みつをはめたっていう、はいはい、なんか、それが伏線にはなっていたので、なんだ、かじわでかけたき、ゆきとおみつにあのごって言っていなお,りおきながらみたいな、そんなふうなあのことなのかなと思って見ておりました。この時代はあの、<も>御家人だけど、はい、その朝廷に仕えてる。 武士っていいううのはたくさんいますすよあ、そうですか、はい、だってあの<あ>京都を大番役で京都行きますからうん、うん、でその時にあのなんていうんですかね主従関係構築する武士っていうのはたくさんいるんで別にあの、なんていうんですかね柏の影時がああいうふうにクローズアップされるのはまあドラマだなと思って見てましたけどあ、そういえば北条時政を日の大番役を仰せつかりましたみたいなこと言ってるのはあれはそういうことなんでしょうかまあそういうことですね。はい、うん そして、景時が打たれ、そしてその後比企との北条との争い、この辺からドロンドロンの権力闘争になってきたのですが、比企というのは頼家の,あの目の戸だったわけですよね。そうですね。はいやえまあ、目の戸でもあり、まあ、要は妻の実家ですね。うんうん、で、あの、で、 よりえ自体は今年のドラマでは引き,をあの引きだけをエコ引きしたりすることはない、えーと、わしの政治をやるのだとか言いながら、その古い御家人ではない、なんか自分の親衛隊みたいな若い者を集めて、こいつらこそわしの信じられる者じゃみたいな、こういうセリフもありました。この引きが北条にいや最終的にはやられてしまうんですが、以前、田中先生はあのこの時瞬間的には引きの方が、 あの政治力においても、えっと、北条を上回ってたんじゃないかっていう、そういうことをおっしゃってましたね。んっていうか、もともと、頼朝は比企を優遇してますので。あ頼朝は比企を優遇していた、これも結構誤解があるんですけど、そのまあ、比企っていう豪族に対する、そのなんていうんですかね、まあ、まともな本がないことも理由ではあるんですけど、あの少なくとも頼朝は、 北条と比企っていうのが自分を支えるその有力な何ていうんですかね一族だっていう認識はしてますよ。んなんでかっていうとまず頼朝の乳母なんですよ、その比企師っていうのは。比企、はい、の尼っていう、はい、あのー、<え>草笛光子かなんかやってたと思うんですけど、うん、あのー、あの比企の尼っていうのが結局その,その後の比企師の繁栄をもたらしたっていうことなんですよね。 うん、であのこの梶原景時がいなくなった後じゃあ,あのご家人同士がまとまるのかと思いきやもともと仲良くなかったやつらが頼朝に窮合しただけなのであって頼朝いなくなったらそれは対立もし始めるよねということでこの比企能員なんですけど今でも不思議なのは何で丸腰で。 名古屋に行っちゃったんでしょうか。うん。そうですね。あれも、ピリピリした雰囲気だったはずなんですよ。うん、まあそうですね。<う>あれは、多分、うん、ああいう描き方をしているだけで、個人的になんか、あれが本当にあったのかなっていうあ,あ、要するに丸越し、丸腰で行ったと、あずの鏡で書いて、北条寄りに描いてるだけで、うん、本当は別にあんなじゃなくて、 それなりの戦いがあったんじゃないか、まともな、そういうことだったんでしょうか。うなるほど。で、うん、そもそも多分まあ、あの丸腰で言ったのが事実だとして、吾妻鏡はもうなんか、引きと北条が激しく対立してたみたいな、えっ、ー、と、勝ち方で書いてるんですけど、多分引きの側に別にあの北条を攻撃する、まあ、なんていうんですかね、意図がなかったんじゃないかと思うんですよね。なんでかというと、引きの方が別に有利なんで。 ということは北条はもうこのままやると、このまま何もしないとやられるぞということで、もう先手打ったっていうこ基本的にクーデターです、北条のああだから北条、時政の乱と言った方がより正確だというのはそういうことなんでしょうか。 後に北条がなんか政権を取ると知っているから引き押しかずの乱ってなんか言っちゃいたそうですけど、この時は勢力があったのはもう引き押しかずの方だったわけだから、クーデターを起こしたのは北条の時政の方だった。そ そしてこの時実は源の頼家、二代目将軍はなんかあの人事不詳になっていて、もう亡くなるんじゃないかということで、死亡通知も京都に送った後になぜか息を吹き返した、そして息を吹き返してみたら、もう、比企が誰もいなくなっていたっていう、これはあの今年のドラマだけでなく、あの時代を描く一つのなんかあの見せ場みたいなところではあるんですが。 えっとね、結局、この比企の乱って言わ、まあ、れる出来事って、愚冠賞と吾妻鏡の両方に記述があるんです。はい、で、吾、え、妻、ー、鏡はやっぱだめなんですよ。北条氏が関わってるんで。で、吾妻鏡では、頼家は回復しないまま、かあのー、もうそのまま、その比企が滅ぼされた後に、政子の命令で出家したって書いてあるんですよ。うん、で、まあ、多分これが事実ではないだろうと。 武漢賞というのは、あの、次縁という人が書いたんでしょうかそうですね。次縁が書いてます。あの、次縁というのは、今年のドラマでは、後鳥羽上皇のそばに仕えて慈、次縁、次縁創上とか、あの、お主の意見を述べてみようとかって、上皇に言われている、あのお方なんでしょうかそうそうです。はい。武漢将。九条金金の弟ですね。あ九条金実の弟。はい。だから、あの、御設計です。藤原家です。だから。 もともとは貴族なわけですね、あのそ,うすそうです、そう<ー>です。で、要は、A、永山に入って僧侶になって、うん、天台座数を3回務めてるのかな。あ<ー>結構だから有力な僧侶ですよ。うん、うんで、この、その次元が書いた五官書には頼家のことは、また別風に書かれてあるんでしょうかそうです,そうですあの、なんですかね、吾妻鏡ってやっぱり整合性を取るために、いろいろやっぱりこの創作をしてる、うん。 可能性っていうのがやっぱり指摘されていて、まあ要はだから、なんていうんですかね、書いてあっても真実とは言えないんじゃないかみたいなところがあるんで、まあ要はなんていうんですかね、吾妻鏡に書いてあることが真実かどうかっていうのは、なんていうんですかね、そのチェックしていかなきゃいけないんですよ。うん、で、例えばそのチェックするときに、例えば、具刊章なんかを使うんですけど、その具刊章の記述の方がやっぱりまあ正しいんじゃないかみたいな話っていうのが出てくるってことですね。うん ということは、歴史家といえども、別に東鏡を見ないわけではないんですよ吾、ね、東鏡見ないってことはないです、<の>もう当然参考にはするんですけど、うんうん、これを鵜呑みにする研究をすると、それ大丈夫っていうふうにはなりますより、うんうんうん、家も、実は御家人たちが望んでいた御家人の表情によるあの政治っていうのが、結局できなかったということでしょうか。 頼家にそもそもそれをする気はなかったっていう言い方の方が正確かな。より家は基本将軍権力の強化っていう文脈で動いてるので。うんうん で頼家がそのついて、そ早々にあの13人があの任命されましたよね、はい、あのそれ見ても、御家人の側から見て、この将軍じゃだめだという、そういうことだったんでしょうかいや、えーと、それはもうする、かなり古い説で。うん、古い、はい、あれ、13人、鎌倉殿の13人というのは、あれは頼家に取り継ぎをする人が13人いるという意味で、別にあれで合議を行うとか。うんうん あの合議の決定が鎌倉幕府の例えば裁判の決定になるとかっていうわけではないです。あの最終決定は頼家がやってますんで、あ<ー>あの頼家っていうのが、あのまあちょっとなんていうんですか、鎌倉殿13人だと、女たらしで、なんていうんですか、それこそ足立、えー、との息なんだ嫁をなんかその自分の妻にしようとして、政子に怒られるみたいなシーンがありましたけど。 あれは、吾妻鏡の頼家っていうのは暗君であるっていう、うん、その頼家を暗君に書かないと、ですね北条のクーデターが正当性がなくなってしまうんで、うん、確かに、うんうん。だからその影響だと思いますね。だからあ<ー>あとかって思いながら見てたんですけど。というん、ってことは、やっぱ吾妻鏡だと、北条をとって北条をげというそういう話ですから、当然、北条にとって都合の悪い頼家あたりが悪く書かれている可能性があって、だからこそ、吾妻鏡そのものを書いてあるからといって、そう信じるわけにはいかない。 っていうそういですね、なので、あの前に何て言うんでしょう、自称中の乱とかをお話したときに、はい、平家物語士官から抜け出さなきゃいけないって言い方をしたと思うんですけど、うん、まあこの時期に関しては、その吾もがかみ士官ですね、これちょっと気をつけないとっていうことです、簡単に言うと。うん、であの、結局その、より家も最終的には修善時に押し込められて、最後はあの猿楽しか見るものがなくなって、 とというそういうううそちょっと惨めな終わり方でした先生、次のパートでは、いよいよ実朝の時代、そしてこの時に時政義時が活躍していく、ちょうど大河ドラマでも今の時代にな、今の頃の話になっていきます。話を持っていきましょう。はい